お前絵心なさすぎだよ。ちょっと絵心なさすぎじゃん。俺これでも見ながら描いてる。え、何これピョーンって飛び出てるの何？で草です。草。草？何かね、草生えないけど。え、描いてますよ。下手ならわかるけど草はない。草はないです。下手下手。言っていいですか？あ、はい。黒くですか？え、舐めますか？黒い。いや、私人に言うでしょ。マニキュア。俺も最初、俺人の指描いてるから。やっぱ、あ、指にしてるじゃん。指にしてる。お正月ね、会社で年越したけど。27日、みんな農会だったじゃん。結構言ったらなんか、ドルで飲んでたんで。そっから入っちゃったよ。で、俺とね、ケイさんとどちらさ、ね、21の農会の時にやってるねみたいな、ちょうどその時今やってるアフレコで大久保とかね行ってて、そこにとある3人の方とね、俺たち3人がなったんで対面して、対面して激励をね、されたんだよね。その激励が終わった後、ファミレス行っててっぺんこいつや、いや、まだこいつやね、こうして無理って言って食欲がなかったんだけど、でもお腹空いてるから、もうご飯だったよね。食欲がないけどお腹が空いてる。そうなんか食べよう、そう温かいものでも食べなきゃっていうのが去年の最後のことで、そうアフレコはだって、ね、普通に3時間ぐらいで帰ってくると思いますから、何時間かかった？ 6、7時間ぐらい。ああ、そうそうそう。え、そんなにかかったんですか？まあ、その知った激励も含めての時間が、あ、普通のアフレコはその半分くらいのあるじゃないですか。でも普通のアフレコも意外とかかったんですよ。あ、そうなんですね。そのマスによって取り方違います。めちゃくちゃ長い。長いですね。普通の2倍以上。まあ結構新人さんっていうか、あ、そうなんですね。成人さんがなんていうんですかね、慣れてないというか、居残りとかあったので時間かかって、で戻りアフレコ中抜けして、で、ね、何時ぐらいにまた戻られますかって聞かれた時に、いや9時10時ぐらいかなって言ったら、あ、大丈夫っすまだやってますみたいな、マジ休憩時間って声優さんの男性さんは分かるけど、それ以外の女性の役者さんとマネージャーさんと、あとファーファーの人、見分けがつかないんですよ。分かってる。よく分かんない。分かってるでしょ。いや、俺は分かります。あの、打ち合わせたの、さらに打ち合わせた。いや、それはね、さすがに言うとちょっとやばいから、ファーの人。で、もう話戻って、ケンさんのお正月と、どんなお正月だったのっていうね。もう、日にちの感覚がもうなくなっちゃった。あ、じゃあ、30まで働いてて、次の日へ帰って、寝て、寝ると今まで あの寝てなかった分寝ちゃうんで、一日それで寝ちゃって、で1日でなって、お正月1日は尾形くんも、まあ、休むってなって、尾形くんと、まあ、ゲームしててって感じで過ごしてました。あ、夜ね、聞いた、はい、2日、1日、2日、3日って一緒にいたから、ね、あー、そうですね。みんな来ないねって話したの昨日遊びました、ケイさんと仲いいですね。あ、でもちょくちょく遊んでるんですよ。あ、そうなんですね、はい、土日とか何をするんですか？ゲームとかですか？まあ、そうですね、基本ゲーム。正月らしいものを食べたっていうのは、春日はお雑煮と、お雑煮とおせち。お雑煮どうなの？毎年変わるんですけど、今年は、のし餅を作って、で、白だし、あ、白味噌
野菜たっぷりのご雑煮です。餅つきするの？餅つきは餅つき器でお願いしてますね。え、外注してると？ええ、あの餅つき器っていう、こう家庭用餅つき器っていうのがあるんですよ。あの一升とかそのくらいからできる。一升、15が一升なんで、そんなに大きくないですよ。あのパン焼き器くらいですよ。あのホームベーカリーとかそれがちょっとよく分かんないですよ。それくらいです。電子レンジくらいの大きさって感じですかね。でそれでお餅をついて、で取り出して、米袋の中にあのお餅を入れて、で麺棒で乗すんですよ。あの平らってか平べったくする。でそれで冷たいところに置いておいて、でお正月1日になってお雑煮食べるぞってなったら引っ張り出して、で切って、で食べるんです。あ、なんか美味しそう。本当に思ってますか？ちょっと待って、ちょ、おかしいでしょ。今のおかしいでしょ。テンプレの回答。あ、これがテンプレの回答か。あ、ね、そうなんだ。だって美味しそうだと思ったでしょ。いやでも美味しそうです。そういう工程を経たお餅、でもそこにの工程に、はい、そのお餅が出来上がる工程にハルミンは関わってないでしょ。え、ちょっともう関わっていない。関わってますよ。お米取りましたし、あと、あ、戻ってから作ったの？え、どういうことですか？いや俺、戻ってから作るってどういうことですか？え、ハルミンは実家に戻ってから作ったの？あ、そうですね。あの、くもついてて、旧つく日はあのつかないっていうような、9のつく日、29日とか19日とかっていう、あの、習わしみたいなのがあるんですけどね、物を作るときって。それを下げた日にやるんですけど、うちは帰省してから30日くらいについて、すごい忙しいですよね。では、小豆も練って、小豆をうるかしておいて、で、あの砂糖、お砂糖を入れて、で煮て、で、あんこを作るんですよ。おしるこも食べるじゃないですか。おしるこも食べる。あ、ケンさんね。ケンさんはもう、はい、あんこマニア。あ、そうなんですか。あ、あんこマニア。いやいや、それは内藤さんが言ってだけじゃないですか。え、そうなんですか。だって、あんこ大好きでしょ。いや、別にそんなことないです。あんことご飯食えるって。あんこおかずでご飯食えるでしょ。どういう行き先があったんですか。だってケンさん、あんこ大好きじゃん。いやいやいや、なんで否定から入るの。だってただファミリーマートで、はい、あんまを買って、はい、いつも食ってるんですよ、はい、あ、そうなんですね。それで、なんかあんこマニア、あんこマニアって。違う、だって、いや違う、あんこ好きなのって聞いたら、はいはい、好きって。はい、確かに。いや、好きっては言いましたけど、好きイコール大好きっていうのは、マニアって言われることじゃない。いやいや、なんで裏切んの。いや、裏切ってないじゃん。なんで裏切んの。おかしい。ずるくもないし。